ろしいですかな。はい。さて、ではやってまいりました、千原公園。こっちの方がさっきの橋のところよりも合戦地としてはメインの、そうですね、ここがメイン場所であったと。はい、そうですね、メインディッシュです。実際のところこっちの方がオーブの数多かったりします？その多いな。何倍ぐらい橋の。電気をつけていいタイミングがわからねえ。今つけてる。下着取りに行っててもいいよ。下着取りに取ってもいいよって言われても、どこだっけ、どこからが登れる場所だったっけ。そもそもあ、眩しい。じゃあこっち行きましょうね。さて、今回この千原公園にも来たのですが、一応そのね、こちらでもまあかっちゃんが選定して、あまりにもグロすぎるのはパスするとしても映像を送ってもらうっていう体で来ているわけですよ。なんですよ。で、なんだっけ、ここはそのこれだけだよ階段は。よいしょよいしょよいしょ。でももう足が確かに登るの嫌だって言っとるの。あれこっちやこっちやね。いわばまあほとんどここが今立ってるこの場所がもう戦ってる最中。ギャース。そう。お金なんて感じだよな。嫌だな。先生手を置くかもな。へい。どこを通ればよろしいか。これじゃねえな。なんか動物？いや、全開です。おう、もっと近寄ります。俺だけでも。すげえな。オーブ映ります。ほぼはい、この辺りだと思ってくれればいい。一番コース。虫がすごい。光に集まる虫がすごい。さっきからこっちからカッコンカッコンなっとんのが竹の音なのか動物の音なのかわからない。そのオーブは俺らが求めてるその戦国時代のやつ。そうですね。そっか、ここ夜探索来てないか。うん、来てないですね。今ふと気づいた。今ここで、うわーってこっちからのネタ豊臣家か、うん、がもう攻めきってる状況で、負傷した浅田家はちょくちょく知らない人出てくるな。浅田家ね、うん、浅田家じゃねえかが向こうへ撤退し始めてる状況。一つ言うと、織田徳川の連合軍ってあるじゃないですか。
忠勝さんいますよ、徳川君。あの筋肉もりもりマッチョメンのあの化け物がなんていうのもうすでに味方してるんですよ、この時。どっちに？徳川の織田君の方に。裏切るね。勝てるわけないんだよなって思うもん、あの人いる時点で。え、でもこれってあれなの？関ヶ原の戦いより古いの？古いです。あ、本屋でか。かなり古い。織田信長さん10年ぐらい、10年ぐらい、30年あるんじゃないのか。30年、うん、30年ぐらい見てもらえればの方がこっちが古いんだだよね。織田信長30年後ぐらいに関ヶ原が戦いに始まったんだよね。そうですね、30年ぐらいと思ってもらえれば、はい、30、40年ぐらい。びっくりした。いや、何言ってんだと思ったもん俺。え、あの、何言ったマッチョ本田忠勝？本田忠勝がすごい 若いからさ、うん、なんでやろうと思ったの。あ、この力持ちは本田忠勝なんだ。知らん、一人だけ傷なしで無双する化け物がいたら多分その人だと思います。すごい、いや違う、めっちゃ若いんだって。うん、すげえぞこの人。うん、他にも力自慢な人は何人かおるけど、実際いたいた、だけどすごい、半端じゃない。あ、この人忠勝なんだ。虫がすごいな。やっぱすげえな、オーブはすげえな。とりあえずもうダダ漏れのようにちょっといろいろ流してみてます、今ずっと。あ、映像自体は。うん。俺のお腹が痛くなってるのはそのせい、それとも単純に食べ過ぎ。いや、多分向こう照らして、何個ある？ちょっと近寄ってみますかい？俺だけでも。ん？多いか？そんな。いないと思うけどな。お、来るか。来るか。なんか気になる。写真撮ります？うん、撮る。今すごいよ、ここ気持ちいいぐらい。これもう槍やら血やらすげえな。今まさしくあなたや俺の隣で人殺しが行われてるような感じ。戦ってるね、すごいね。もうちょっと行くと徳川家康だろうな、あの若き頃の若いやつの若い感じの。うんうんうん、うん、戦闘切っとるのが多分あの何やった力持ち本田忠勝。本田忠勝が多分前進しとるね、かなり。勝てる気しねえな。結構あれなんだね、自信過剰なんやね、若い頃。まあ若い頃の時点で多分喧嘩無敗ですからね、あの人は。相当強えなこいつ、すげえわ。やっぱめちゃくちゃ自信過剰やね。なんか変な話、本田忠勝の本田忠勝この時偉いさんじゃないの？あのね、まあ織田信長っていう大将がいるじゃない、うん、それの部下にその徳川家康がいて、本田忠勝に部下がいないんだよこの時代。あ、本田忠勝はその舞台の一個の一人って感じ。さあ歴史詳しい人コメントくださいって。うん、でそこで知らねえ、そんなその頃の忠勝なんて。わかんない。で、うん、誰やった一番上の徳川家康、うん、が気に入ったみたい、すごく。ああ、みんな向き、傷とか負っとるのに頭にちょっと怪我したぐらいで、うん、ほとんど無傷で来たのがその本田忠勝と
もう2人ぐらいかな。まあ、あの織田軍にもね、なかなか喧嘩無双な方々がいらっしゃるので、その方たちかなとは思うけど。変な音がしますね。そうですね、さっきからパッコンパッコン。竹っちゃんこんなうるさいのかって思ってる。いや、どっかでかぐや姫生まれてませんか。なわけないですコウモリがすごいね、飛び方が。コウモリか、コウモリがぶつかってんのか。竹違う。まず誰コウモリ、ライトが見える。さあ、とりあえず、動画は動画の中に一応送ってみました。でもみんながガイガーするほどのものは送ってません。あの精神的にもその体的にも、はい、配慮しました。一応除霊もしておきました。ただ見える人には見える、うん、あのカットするからさ、ワンシーンだけどんなシーン送ったのか教えて。まあ視聴者さん皆さん、何が見えるかは僕にもどこを見せてるかっていうのは大体はあるけど、見えないとこ見せ、もうとにかくずーっと本当に送ってるような感覚で見せたもんで、うん、スライド式、本当に一枚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 バンバンバンって、はいはい、ペラペラ漫画みたいな感じを思えばいい感じで、その感じで見せたから、何かが見えるのは間違いないでしょう。コメントにもあったんですけれど、動画映像送ったやつね、試したら寒気がするとか、そんなのあったじゃないですか。寒気とか必ずします。寒気多分ね、あと逆に言うと誰かに見られてますとか、うんうんうん、感じがするとか、その映像が見えるが理想点で、うん、その寒気とかその視線を感じるが次惜しい準優勝ぐらいのところに立ち位置。そうだね、うん、準々優勝ぐらいになるとどんな感じ。何も感じない。準々優勝になるともうどうだろう、ちょっと気分良くないなぐらい。夢に見たことないような夢が出てきたり戦ってる夢とか。ああはいはいはい、うん、ああその戦場の映像を送ったから、その残像が頭に残ってそのまま映像に見えるかもしれない。それだともうチャンスだわ。それだったらもう銅メダルぐらいまでは来れてるわけだ。来れてる、うん。でもこんなの見ない方がいいと思うよ送っといていたいっていうのもなんですけど、送ってからだから今日死が来た意味すらなくなるのよそれめちゃくちゃグロいとこは送ってないから。まあそうね、うん、人が刺される瞬間を見てもなんていうの、気持ち悪いだけだから。そう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 、まあ見れる程度のものにはしてあると思うけど、けど若干うん、グロいっていうところもあるかもしれません。見るのを控え、かといってそれを見たからっつって自分に害があるってことは一切ないようにしてやりますから大丈夫です。はい、そこはかっちゃんの保証済みですので。なんかお味噌汁好きですから悪いこと起きても自分の運が悪いと思っておきなさい。それは違うか。そうです、なんか悪いこと起きたのは自分のせいだけです。この動画見た後に転んですりむいたんだけどって言われてもそれは本人のミス。ひどいチャンネルだ